弊社は株式会社強者と申します。弊社の方で今回 JPCA 賞で展示させていただいている製品はマジキャリアという製品になります。こちらの製品なんですけれども粘着力を利用した搬送用のボードになります。こちらはまあダミーフィルムなんですけれども、このボードの方に粘着樹脂が塗布されておりまして、こちらの上に、例えばフレキ基板ですとか積もの、それから微小部品、そういったものを搭載もしくは貼り付けて使っていただく、そういった製品になっております。主な使用方法としましては、例えばフレキ基板の実装工程で言いますと、この上にフレキの基板ですねを貼り付けていただきまして、上でクリームハンダの印刷、それから、部品のマウント実装、そして、この樹脂自体に、280度程度の耐熱性がございますので、そのままリフローの炉の中に入れていただくと、本来ペラペラで非常に扱いにくいフレキ基板であるとか、薄物のセラミック基板、そういったものをですね、こういったリジットのボードの上に、貼り付けて運用することによって非常にまあ工程でのですね、取り回しですとか、生産性のアップ、それから品質のアップ、そういったところを期待できます。製品の方なんですけれども、フレキですとか、表面の滑らかなワークに対応した、S タイプ、弱粘着タイプ、それから、もう少し粘着力の強いものということで、M タイプ、H タイプ、それから 3H タイプというものがラインナップしております。こちらは非常に強い粘着を持ったものなんですけれども、例えばセラミック基板ですとか、ホーラス状の表面構造を持つような、なかなかつきにくいようなもの、そういった、基板に関してはこういった強い粘着力を利用して、工程を流動させていただくことが可能です。こちらの製品のですね、大きな特徴としましては、通常の粘着テープなどに比べて非常に耐熱性が高いこと、それから、繰り返しご使用になられること、その2点が挙げられると思いますので、例えばリフロー工程ですと、通常のリフロー工程で1000回程度繰り返し、流動させることが可能となっております。今まで使い捨てのですね、ポリイミドテープなどで、基板を固定されてたことに比べるとですね、非常に、コストダウンの効果というのも期待できると思います。以上で弊社の製品の説明を終了します。